1987年暮れ、ファイナルファンタジーという名のゲームが発売された。まだゲームマシンが豊かな表現力を持たなかった時代、しかしその作品には香り立つかのような生き生きとした世界が描かれていた。ファイナルファンタジーは大きな反響を呼び、シリーズ化され、日本のみならず世界をも魅了していった。中でもプレイステーション用ソフトとして1997年1月に発売されたファイナルファンタジー7は全世界で900万本以上の売り上げを記録。現在でもゲーム誌の人気ランキング上位に位置し続ける、まさにシリーズを代表する一本となった。描かれたテーマは命。ファンの多くはエンディングを迎えた後もこの壮大な星の命をめぐる物語に思いを馳せ、続編を望む声は新世紀を迎えた後も止むことはなかった。そして2005年、ゲームではなく今度は映像作品という形をとってファイナルファンタジー7が帰ってきた。セブンという題材自体が結構、まあ自分たちの開発の間ではちょっとパンドラの箱のような扱いになってて、開けてはいけないものというか、もう触れてはいけないものっていう、いろんなセブンに対する思いっていうのは、やっぱりその初めて 3D になったファイナルファンタジーってことで、みんなの思いは特別だったんですけど、怖がってやめるか恐れずに行くかっていう、もう二択しかないっていう、だったら自分は行こうかなっていう感じでしたね。その野村であったり野勢であったり、もしくはシナリオの野島さんであったりっていう部分は、そのやっぱりそのいろんな表現の引き出しをこう持ってると思うんですよね。でそこをまあ今まではそのゲームという器でしか表現できなかったから、まあ泣く泣くこうやれなかったこととかあると思うんですよね。でそこがその今回映像作品っていう、こうツールというかな、映像作品っていうバーを、まあ、これをもし成功させることができたらなんですけども、そうするとこう自分らが表現できるこうメディアというかバーが、まあ、1個増えると思うんですよね。野島さんの20分のシナリオがあってですね、で自分はその話は結構すごい好きな話で、クラウドに対してまあある女性からメッセージが届くと。ただそのメッセージはその子供、いろんな子供を通じてクラウドに伝えられていくっていうような物語です。で最後はそのメッセージを伝えてる人が誰なのかっていうのが分かって終わるっていう、すごくその短いお話だったんですけど、僕は話最初聞いた時はなんか怖いなっていうのがありましたけど、野村監督に説得されたわけじゃないんですけど、結局最終的には俺にやらせろっていう気にはなってましたけどね。なんとなくじゃあ作ろうかっていうんじゃなくて、まあもう今作んなきゃダメだっていう。やっぱりその映像作品っていうものを、まあ今までずっとゲームばっかり作ってたんですけど、映像作品を作るっていうのはやっぱり初の試みで、要はやったことないことをやらなきゃいけないっていうで、前例がまあないので、何をお手本にしてやっていいかもわからない中、まあ自分たちにあるノウハウっていうのはもうゲームのそのムービーパートの制作方法しかないので、それをなんとかそれだけを頼りにというか。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンはスクエアエニックスの CG セクションであるビジュアルワークスの最先端 CG 技術を駆使して作られた。ディレクターの村とコーディレクターの勢はどのような映像を求め、それをいかなる方法論によって実現していったのだろうか。野勢君は一緒に仕事するのはこれが2作目なんですけども、すごくこう馬が合うというか、結構自分が
回りきれないところでも野瀬くんがいてくれるから大丈夫だなっていうふうに安心できる相手で、 CG 部分に関してはとにかく野村と空気感とあとキャラクターの見せ方をすごい詰めたんですよ。 あまりリアルにしすぎても別に実写でやればいいし、その FF7 っていう世界観を ある程度考えて、でそれをいかに現代の CG の技術の中でアップデートしていくかっていうことで、まあキャラクターがそこに存在してるっていう感じ、野村とはよく空気感とか存在感って言ってるんですけど、とにかくそういうのを大事にして CG は作ってきました。今までのゲームムービーに対するその不満点っていうのは結構お互いに一致するところもあって、自分がこういうことを映像で表現してみたい、ムービーパートで表現してみたいってことに結構野瀬くんが答えてくれる中で、ぜひその野瀬くんが一緒にその映像作品を作りたいって言ってくれているものをできたらいいなっていうのはずっと、やっぱりある程度なんですかね、生っぽい感じを出すために専用のツールを開発して、まあ、カメラのツールなんですけどそれを使ってるんで、それも結局その存在感だったりとか空気感とかに結びつくと思うんですけど、映像っていうのは本当にもう短い2時間とかだったら2時間って詰まった尺の中で、受け手の方に一個一個パズルのように見せていかなきゃいけない、もう全然作り方とか考え方が僕は違うと思うんですけどね。今 CG の映画ってそのちょっとデフォルメしたものが主流じゃないですか。それを真似していくんじゃなくて、やっぱりその全然違った角度からこういうのもありじゃないかなっていう見せるためにいろいろとそれをやっぱり心の中に入れといていろいろと動いたっていうのはあります。アクションでその例えばこんな距離は普通の人間飛べないだろうっていうところでそこで制限をかけたりとか、こんだけ滞空時間長くは飛んでられないとかっていうそういうことは一切考えずに、ともかくかっこよければ何をやってもいいと、そういうルールでいこうと。現実だとこの位置にカメラは来れないだろうとか、こういう動きでカメラは回り込めないだろうっていうのももう一切もうなしっていう、逆にこの作品だからこそできることっていうことがそういうことだから、他でもやってないっていうことでもやっぱりむしろそういう無茶苦茶をやっていくべきだというのは一番最初ありものを真似てもうしょうがないじゃないですか。僕らは本当にずっと FF のゲームのムービーを作ってきて、そういう中で育って技術もその中で上がってきて、せっかくそういうものがあるのに他のところの真似したりとかその時代の流行りの真似したりってしてもしょうがないんで、僕らは僕らのできるオリジナルをやろうと。制作期間2年、参加したスタッフは延べ300名以上となり、ジャンルを超え様々な才能が結集した。新しい映像の創造へスタッフたちの挑戦が始まった。それぞれのパートがいろんな今まで多分できなかったことに挑戦をしてると思うんですよね。彼らがこう自分らにこうリミッターかけてたところをフルフルでやれたんじゃないのかなと。もともと僕が竹谷さんのその造形のファンで、まあ、最初にそのクラウドのそのバイクフェンリルっていうバイクが上がってきたんですけど、まあそのインパクトの強さがすごくて、なんかあれもお願いしたいこれもお願いしたいっていう感じになってきてですね。クラウドが前のその FF の7で乗ってたバイクのその改造型というか発展型だというふうに最初聞いて、デザインし始めたんですが、まあ最初はちょっととらわれてたところがあったんですが、まあ途中からまあやり取りしながらこんな感じっていうのがだん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 こう決まってって、まあ、図体がでかくなっちゃいましたけど、その重たさがあってこう迫力ある、
映像に、まあ、ちょうどよく合ったかなっていう気がしましたね。もともとバハムートってこういろんなファイナルファンタジーにいろんなバハムートが出てきているので、あんまりイメージを壊さずというか、まあ、まるっきり変えちゃうわけにもいかないので、まあ、羽の生えた竜みたいなものっていう大前提があるわけですから、まあ、なんていうんですかね、ちょうど縄文土器とか好きでですね模様がそれで何の必然性もないんですけど、こうそういう模様を入れてみたくなってですね、まあたまたま通ったんで。もともとそのルースさんのお店っていうのはもう何でもその仕事関係なく、たまたまファッション誌で見て、この服いいなっていうのがあって場所を調べて、ルースさんってもともとタトゥーのお店なので、今タトゥーのデザインをしなきゃいけないんですけど、やってみませんかっていう話で。It was fun because it's a virtual world, and you know, tattooing is such a primitive practice, you know, and it's also so futuristic, you know. So of course, I mean, it was just really interesting. I think it's people should do it like that, you know, instead of having someone in the art department designing something, you know, they you know, and I just think that makes things a lot more rich, you know, in every sense. So maybe I'll tattoo him. I don't know. まあ、もともとそのセブンの世界観のデザインをしてきた人間なので、そこにはあんまり指示っていうのは必要なかったです。新しい物語の中にそのまあ、具体的に作中に言葉は出てないはずなんですけど、実はエッジっていう言葉が出てて、それは要は新しい町の名前だったんですけども、そのミントガルの周囲を囲むように作られた新しい町っていう設定があったんですね。ミントガルっていう町があるんですけれど、そこをやっぱり作る、でもそこはもう廃墟になってしまってる。そのミートガル自体はもう住めなくなっちゃってるから、その周辺にこう町を作って生活しているっていうプロットの方をもらいまして、でそれだったらじゃあどういうふうにこう町が出来上がっていくんだろう、でそしてこうしょんぼりしたような感じに見せないようにするにはどうしたらいいだろうと思って、新しくもう一つこう中心を作る必要があったんですよ、どっかシンボリックな。それはクラウドたちが住んでるところがその町の中心になったらちょっとやっぱ変になっちゃうんで。そことはちょっとずれた位置に前回 の, そのエンディングのところであったメテオが当たったところ、そこの記念碑っていう祝ってるわけじゃないですけど、まあ、慰霊塔みたいなそういったモニュメントをこう置いてあげて、そこを中心にして周りにこう街が配置されてるようなそういう感じに、してあげようかなと。ファイナルファンタジーシリーズの音楽を手掛けてきた植松信夫、アドベントチルドレンにおいて彼はまた新たなアプローチを試みている。もうちょっと欲しいんです。言いたいこと、もしその人に本当に言いたいことがあるんだったら、どれも同じ音楽にはならないはずですもん。映画でもそうですし、テレビでもそうですし、本当はゲームでもそうあるべきだと思う。ディレクターなりプロデューサーなり集まってるスタッフなりがこういうものを作りたいんだよっていうものがあって、そこから発生すべきだと思うんですよ。恥ずかしいことだけど、口に出して言うの恥ずかしいけど、友達、友情とか愛とか命の大切さとか、やっぱりね、そういうのをね、表現していきたかったんですよ。まあ、僕はセブンってどんな感じで作りましたかって聞いたら、その何でもありって言ったという感じだったんで、じゃあ何でもありっていう、その同じ世界観の同じその時間軸上の続編なので、その同じコンセプトでいいんじゃないでしょうかという話 で、その時に植松さんから提案が来たのが、本編自体ももうちょっとロック調にするっていうのはどうだろうというアイデアが出て、とにかくそれまで作ったことない曲を作ろうとは
いうあの意識はすごくありましたね。ただイントロのあのジャン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 っていうのは、僕は単純にあのジミ・ヘンドリックスのパープルヘイズをオーケストラでやったらどういう風になるんだろうかっていうのをやりたかっただけ。ロックなんだけど、シンフォニックな要素を取り入れるバンドっていうのが結構あったんですね。でそういう人たちが昔こうやっぱりバンド、例えばイエスとかエマーソン・レイク&パーマーとか、そういう人たちがオーケストラと一緒に演奏するわけですよ、一緒にライブとかでね。でももうことごとくやっぱり失敗に終わってるわけなんですね、うまくいってない。でそれがなんでうまくいかないかを自分で体験してみたかった、うん。であの曲だったら、もともと作りがオーケストラの作りでもないですし、ロックの作り方でもないんで実験できるかなと思ったんですね。でやってみようと。ところがね、やってね、なんで昔の人たちが失敗したかがよく分かんなかったんですよ。意外とうまくいっちゃったんで。でそういうことかなと。つまりどういうことかっていうと、オーケストラでもないロックでもない音楽だったらお互いに噛み合うのかもしれないなと思って、オーケストラの音楽にロックがぶつかっていくと、ロックのままでぶつかっていくとうまくいかないんですよ。ロックの音楽にオーケストラがクラシックの意識でぶつかっていくとうまくいかないんですよ。今回はオーケストラの音楽でもロックでもないところで共演してるから、うまくいった、うまくいったっていうのは自分の自画自賛ですけどね。お説教だね。賛成。アドベントチルドレンには多くの魅力的なキャラクターが登場する。その登場人物たちにさらなる魅力と性の息吹を与えていったのが声優たちである。そうだよね、会いたいよね。僕たちも新たな力を、僕やっと母さんに会えたんだ。ロプツには言ってます、やっと母さんに会えたんだ。何が始まるんだ。入りが持つと潜めた感じで、最初からもう一回プレイバスします。何が始まるんだ。母さんが教えてくれるさ。四年隊は何も知らないか。そうです。兄さんが隠してたのかと。兄さんが隠してたのか。ライフストリームから生まれた力。あのアクションシーンがすごいんですよ。あの2秒で6アクションぐらいしてたりしてそれでうわっと思ったんですけど、まあ、その映像もすごいですしね、やっぱりあの全く手抜きがないので、もう本当に髪の毛一本、肌の質感から動きの一つ一つ、ワークションワークションに至るのもすごいので、やっぱりこっちも負けちゃいけないじゃないですか。本来のセリフの字面からはもっとこう出してもいいんじゃないかっていうのを逆に押し殺して、それでクラウドらしさが出るとかっていう、そういうなんか本当にミリ単位な演出であったりとか、あと、ま、全く逆をいくそのプランであったりとかっていう、なんか いちいちやってて面白かったですし、あなるほどなって。どういう話なのかも分からなかったし、見当がつかなかったんですけど、声優っていうそのなんていうんですかね、職業自体にはすごく興味があったんで、ぜひやらせていただきたいなっていうふうに思いました。監督からもなんかいろんな、なんていうんですかね、分かりやすく説明してもらっても最初全然分かんなくて、けどその 4,5 時間やってやっと3時間目ぐらいになんとなくその自分が言葉を出すことに抵抗をちょっとずつ感じなくなってきた瞬間があって、その瞬間ぐらいからなんかこう監督が言ってることとかやっと素直に聞けるようになったかなっていう。まず映像がすごい綺麗だし、一瞬なんか実写を見てるみたいな錯覚を覚えるぐらい、すごく細かいところまでなんかちゃんとできてる、もうすごい、まあ、とにかく見てもらわないとその良さが分からないぐらいすごいことになってて、
なんかなんか自分が、あ、ここはもっとこうするべきだったなとか思う前にそっちの方に目がいっちゃって。トップ3に入る難しさですね。本当に収録の仕方が1日2日とかではなくて、延べ1年近く結局かけてやらせていただいた部分もあるし、本当にあの緻密になディレクション、一つのセリフワンシーンに対するテイクも本当にあの細かいテイクを重ねてって引き出してもらった部分もあるんで、その中でこうだんだん理解していく部分もあったんですね。ね、結局あの中で起こってるドラマっていうのはその時その時新鮮な気持ちでみんながこうね、こう動いてるドラマなわけじゃないですか。なかなか今までの自分のその役者の引き出しにはないキャラクターだったんで大変難しかったんですが、その分やりがいをすごく感じたキャラクターです、はい。その北瀬とあの話してる中でやっぱりそのセフィロスっていう存在はかなり大きくて、セブンの世界観の中でそのセフィロスを超える敵っていうのはあっちゃいけないっていうのは、それに対して AC の中で今回敵役っていうところでそのカダージュっていう新しい敵役として出てくるカダージュはそのまあセフィロスと違うアプローチをしなきゃいけない。カダージュというのは非常に、まあ、見かけ上若いキャラクターなんですけども、まあ、設定上 FF7 から2年後ということで、まあ、クラウドもちょっと年を取ってるんでですね、さらにそれより若い世代みたいなものと戦わせたいなっていうのがありまして、野島さんのシナリオ、もともとあったシナリオで結構やっぱり自分がキーワードだなと思ったのがその子供の存在っていうのがあって、子供のその無邪気さっていうところですね。少年であってあのとても凶暴であるっていう、その相反する2つを持ってる、その幼稚さっていうか稚拙なところもあればすごくその知能的で凶悪な側面を持ってるっていう、そのすごくその少年の不安定さみたいなところを強調したキャラクターっていうものにしたいなと。2年後のクラウドっていうのは幸せに暮らしてるんだろうなと思っていたのに、なんでまたと思われると思うんですけど、あの今回それは自分の中ではやっぱりクラウドはその当然その前向きに生きていくっていうことを一度はやったんですけど、むしろその平和な生活というか、あのいろんなものをその前作の戦いでは失って傷ついていて、それがあった上でそのすごく平和で癒される生活を手に入れて、それがかえって怖くなったというか、一度失ってるからこそその今のその状態っていうのが失ってしまう可能性っていう、自分が至りもかかわらず前回は失ってしまったっていうことによって、まあ今が幸せだからこそそのまた孤独になってしまったという。ファイナルファンタジー7で描かれたテーマは命。その続編であるアドベントチルドレンの物語はどのようにして生まれ、どんな思いを我々に投げかけているのであろうか。そのライフストリームの中にその結局溶けてる命というのはどういうもんだろうと、意思としてはライフストリームの大きな一つの流れがあって、その中に個々の記憶が取り込まれて流れてる大きな流れで、まあそこからそのマテリアという結晶が生まれて、でその結晶の中にはその個々の記憶の一部が入っていて、死んでしまった人の記憶からその能力を抽出して、それを魔法とか召喚とか、まあ、アビリティという形で使用してたのかなと。映像の中でもその思念っていう言葉は使われてるんですけど、 AC ではどっちかっていうとその記憶とかそういったようなものよりは意識として生き続けているという
描き方に変わったかなと。その前作のラストを踏まえて、まあ、今回は、まあ、そこを広げていってるというか、死んでもその意識というものがまだ、まあ、いつまでも残っている。クラウドが、AC の本編中に何度かエアリスの姿を見てるんですけど、その意識を、死んだ人の命を感じているから見えているというか、そこにその意識があるというよりは、その生きている人の中にその意識があるからそこに見えているというか、まあ、ちょうど自分に子供ができたこともあって、まあ、こうやって歴史の中にこう僕の血が残ってったりとか、その直前に祖母が亡くなったりして、なんかこう僕的にこう輪廻的なものを感じたんですよ。こう命が消えてって新しいのが出てくるっていうのを、ただ人と会うよりもそういういろんな流れがあって今こうして会ってるって考えた方が、まあ、人生楽しいかなっていう。子供たちの救済をテーマにしたものにしたいというのがあって、許しっていうんですかね、癒しとかっていう生ぬるいものじゃなくて、なんかこう許してもらうためにいろんなこうきついことをしなくちゃならないみたいな話です。なんかこう何もせずに癒されるのはないだろうっていう、まあ、クラウドは具体的に剣を取って戦うわけですけども、本当にきっと苦しい辛い道を乗り越えなくちゃならないんだと思います。その果てにやっと救済とか許されたりとか、そういうことがあるんじゃないかと思うんですよね。クラウドの場合は非常に大きな過去を背負ってるわけですけども、普通の人の人生に置き換えても、まあ、同じようなことが言えるんじゃないのかなと思ってます。欲しいものがあったら何かしないとダメだろうっていうのがベースにあるんだと最近やっと分かってきましたね。クラウドが自ら自分の犯した罪というふうに捉えてることっていうのは、誰かに責められてる罪ではないんで、どっちかっていうと自分が乗り越えなきゃいけないことといった方が表現的には近いのかなと。クラウドってめちゃめちゃ多分弱い男なんで、子供の見るものの大半っていうのはすごいヒーローっていうのは強くてかっこよくてっていう、その弱いところはないっていう、そのまあ多少弱点的なものはあってもちょっとまあなんて言うんだろうそれはご愛嬌みたいなノリなんですけど、クラウドは本当になんてこう情けないんだろうっていうふうに思ってしまう面もあるような、ある意味すごい人間らしい人間というかキャラクターなんで、そういうヒーローっていうのはまああれでも一応ヒーローなので、そこまでこうちょっと弱いリアルなヒーローっていうのはなかなかいないと思うんですね。まあそんなクラウドでさえ結局はその強くなっていくというか、まあ最終的には守るべきものっていうものを取り戻していくというか、それを見た人というか見た子供たちがともすれば情けない男でも、周りの要は仲間がいたり、その自分が大事なものっていうのが見つかれば強くなっていけるというか。シナリオがって読んでる時に、なんでクラウドが笑ったか微笑んだかなんかそういう一行が最後の方にあったんですよ。だこれだと思って、クラウド笑うんだって、こっからちょっとクラウドだってセブンを遊んだことある人たちってクラウドが笑顔を見せるっていうのってあんまりピンとこないですね。僕もそうでしたし、ではこの映画ではクラウドが笑うんだなと思って、これはいけんじゃない、すごくそういう一言がこう曲作りのヒントになったりするんですよ。ラストで子供に囲まれてるクラウドっていうのがあるんですけど、そこが僕は一番好きですかね。特にセリフを言っているわけではないんですけど、でクラウドもちょっとこうまあ笑顔というちょっとこう
照れくさそうにその子供たちを見てるっていうシーンが AC では自分がやりたかった一番やりたかったシーンではあるのでそこが一番好きかなと思うんですけどね。2004年9月ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンは第61回ベネチア国際映画祭に特別招待された。上映時間25分の特別編集版ではあったがその映像のクオリティの高さは多くの賞賛を浴び完成版への観客の期待はさらなる高まりを見せた。ファイナルファンタジー7からアドベントチルドレンへ、ゲームから映像へと表現の舞台を切り開いていった彼らはその新たなる第一歩を踏み出した今、どこを見つめ何を求めていくのであろうか。彼らの新たな道のりは始まったばかりである。確実何か変わってると思うんですね、自分の中でも。僕らがやってきたことの集大成、まあ、CG というと今どうしてもハリウッドじゃないですか。日本で、まあ、そんな規模も大きくなくやってここまでできたんだから、あと誰か続いてほしいなと。踏切板っていうんですか、こう飛び箱の前にあるやつ、そんなものになるといいなと思ってますね。こうずっとゲームの仕事をしてきてここで初めてこうゲーム部分がないものををやらせていただいたんで、まあ、この経験をもとにもっといろんなことをしてみたいなと思ってます。この時ああだったよなとかこういう苦労があったとか、まあ、浮かんできてお客さんの側にきちんと立って楽しめないんですけども、今回は本当に楽しませていただいたっていうか、仕事のぶつけ合える刺激みたいなのがやっぱり一番自分としては楽しかったですし、でまた先の部分を描きたいとか、そこの部分でどういった世界になってるんだろうとか、そういったのをこうまたユーザーの皆さんにそれが出せるっていう見せてどうでしょうっていう感じのところっていうのはすごく、そういう機会に恵まれたこと自体はすごい嬉しいですね。一人ではしんどいんで仲間巻き込んで、自分がこんなこと面白いと思うんだよねっていうちっちゃい渦を、それ面白いじゃん面白いじゃん面白いじゃんっていろんな人に協力してもらってでっかくしていくと、意外と一人じゃこう突破できないことがすぐできたりするんで、それはいつもやってますね。誰かを巻き込もうとはしてる。すごくその本当に、文化みたいな、日本だけじゃなく本当世界に誇れる文化みたいなものの幅とか可能性をすごく広げた作品なんじゃないかなと思います、はい、なんかこう平和っていうことがキーワードな気がしました、うん、夢って感じはします。なんとなしになんかいろいろな僕の気持ちが総合されてるので、まあ、例えば好きな作品だったっていうのもありますし、まあそれが、まあ、自分も出てますけどまた見られるっていうのも本当に、まあ、夢のような話ですし、僕もこういうのを作りたかったなと思うけども、野村とか野勢が作ってる出来上がったのを見ると、あもう彼らにしかできないんだなっていう感じのやっぱり若いパワーが詰まってる結晶かなと思いますけどね。
表現手法を広げるためにやってきたことがあるので、まあ、これ一作でやっぱり終わらせたくないというか、これが初めてあの道を広げた第一歩であって、その先は作りたいというのがありますけどね。完結した感がないというか、あのなんかまあこれで終わりじゃないぞという予感的なものでしょうか。なんかそれを言っちゃうと、なんか単純に受け取られると、じゃあまた映像を作るのかっていうふうに取られるかもしれないですけど、そういう意味でのことじゃなくて、これがあったから多分できることがこれから増えそうな気がして、なんかそういう、意味で完結したものということではなくて、何かこっから先の大きなものの一手目っていう作品になったかな。